はい、じゃあここはもうちょっと。ただ僕らあれだからね、オニアはこれこう言うだろうなを予想できるんで、オニアメタできるかもしれない。オニアメタもあるのか。オニアはそう言うだろうなっていう、結構ひねりすぎてちょっとなんか学のなさとか知ってるわ。オニアの学のなさとか知ってるんで、そこも読んでる。そうしましょう。なんかいいよね。オニアはそんな小さく通用しないですよ。まあオニアさんなんで多分何やっても。いやー、坂さん推理が甘い。お？来たら勝ったわ。マジで勝ったわ。何かしらのインチキの人だよ。何かしらの。じゃあインスピレーションカードだけ。はい、発表お願いします。はい。こっちシェフォーですよね。うん、シェフォー。小さい子。はい。どうぞ。表にして。何でも。はい。裏にして。交通手段の名前を一つあげよう。交通手段、手段です。電車とか、バスとか、飛行機の車とか。で、オニアどう？寝ちゃった？交通手段、楽しみだな。バイク。バイク？バイクね。バイク。バイクね。バイク？バイク。絶対深読みしてるよ、オニア。いや、そこも読めるわ、オニアなら、うん、なんか分かった、今見なくても分かったわ。OK、じゃあ混ぜました。はい、出しましょう。はい、バイク。いや、何これ。お、お、バイクじゃないの、この。はい、なんかこれはバイクないんじゃないですか。これ確実いない。飛行機とかでしょ。まあ、飛んでるから。飛んでる系だもんね。これでバイクはないと思う、うん、ワンチャンね、これバイクあると思うんですよ。髪がなびいてるみたいな感じで。わかる、わかる、それすげえわかる。あとこれももっとそういう軽ではない。これもっとバスとか巨大なものを多分出してくる。これ誰？引かれたってこと。あ、引かれたってこと。なるほどね。なるほど。カードを寄せてください。カードを右に寄せてください。右に右に。こっちか。はい、こっち、はい、で、これもバイクっていうよりはなんかバス感、猫バス感があるから。なるほど。多分これも俺はバイクじゃない。あのネズミみてえなのに若干遠くから見るとさ、そう、ちょっと乗ってるように見えたけど、ね、なるほど。か、髪のなびきかなんだよな、うん、いや、オニアカッコつけてそのなびきをバイクで表現しましたって言いそうなんだよな。マジで言いそうじゃない。言いそう。カモさん、ありがとうございます。そう言って外すもの、これ外していい、これ外していい。さすがカモさん、さすが。それなびきを分かってくれてって言うと思うんだよな。これ外し、じゃこれも外し。でもさ、バイクで事故が一番強いじゃん、怖いじゃん。いや、でもこれ、まあでも、オニアそんな安直なこと言うかな。いや、オニアの顔がだってほら、もう曇ってきてるもん。これは、やっちゃったって顔してるで。ほら。でもこれを自動乗り物で表現するから、やってるの。一体何になるんだ。これを乗り物で表現すると、やってるな、これは。でも、でもこれちょっとマリオカート感あるから。そうそう、そういうポップなやつ出てきたよ。絶対バイクとは言わない。決まるのか。おい、やってる、マジで。いや、これバイクじゃないと思う。そうそうだな、じゃあ。いや、ちょっと待って。いや、結構なんか反応してきたら違うと思うけど。おい、いや、おいおいおい。いや、でもなびきがやっぱ臭い。なびき臭いよね、オニア言いそうなんだよな。いや、でも向こうがなびき読みでバイクに似てるものを用意してきたとしたら、多分これで乗り物って言ったら多分バイクを予想されるとして。確かにこれバイクだろ。え、これでしょバイク。でもそれだったらこれ問題にしないと思うんですよ、相手が。いや、これが何個バイクっぽいものがあるじゃん。だからこれ、そう、バイクっぽいものある。今これ髪伸びて、これ事故。絶対バイク読みしてないと思うんだよ、向こう。いや、いや、バイク読み。でもこれをバイクと捉え、俺もちょっとバイク顔さ。いや、俺これだと思うわ、ね、オニアこれだと思うわ、うん、これだって乗ってんじゃん、まあ、濃いもんね。でも乗り物でこの人が何かに乗ってるのを出してこないと思うんですよ。いや、あえてじゃない、あえてじゃない。裏の裏みたいな、うん、裏の裏じゃない。だから向こうも似てるのが2つあるって言ってたから。言ってないっすよ。え、言ってないっす、はい、それはインスピレーションカードを決める前の。マジで難しい。なるほど。うわ、俺これだと思うな。俺もちょっとこっちかな。オニア繁盛信じるよ。そうしようかな。俺はこれにしようかな、バイクで。じゃあ、行く、それで、うん、オニアハンジョ信じるわ。はい、そのネズミのやつね。はい、はい、オッケー。じゃあネズミのやつ、はい、はい、じゃあこれで、うん、はい、いいですか。はい、お、お願いします。はい、皆さん正解をお願いします。はい、難しい課題でした。
ただ繁盛くんバイクです。マジで。すごいわやっぱ2人。マジですわ。すごいわ。よく見抜いた。これどういうかバイクなの。バイクの意味がボールってことだ。ボールです。これは結局やっぱまあ喧嘩するほど仲がいいというのが出てしまいました。素晴らしいわ。いや強い強い強いわ。これを当てないとオニアと仲良くはできませんよ。まあまあ、ねえ、この辺じゃちょっと今度やっぱね、これね、引っかかると思う。連想するよね。なんならこれもちょっとバイクっぽくない？俺それ一番バイクね、これ俺もバイクだった。あいやもうこれは東部のバスっぽさが、いやすごいわ、オニアを読めるのはやっぱ繁盛だわ。すごいね、初手これバイクっぽいって思ったよね。いやすごい、これをバイクで当てれたのはすごいわ。